はい、20代の男性にラジオが再びブームになっているという記事が出てましたね。まあ、会話のネタ用に聞いているという人やね、それとか、濃い話がラジオだと聞けるというのが人気の秘密のようなんですけど、僕も好きですね、ラジオはね。昔はもうビートたけしさんのオールナイトニッポンとかね、あと今でもそうですけど、爆笑問題さんのカーボーイとかね、もう大好きでよく聞いてますけどね。まあでもどっちの番組にも言えるのがね、まるでホームランバッターのような魅力があるんですよ。どういうことかって、遠く飛ばしてファンの心をつかむってね。ねずっちです。ではまた。